どうも、休憩源と言います。僕は子供の頃からお笑いが好きで、その結果中学の頃から今の今まで架空のお笑い芸人を作り続けているんですね。1000組以上いまして、じゃあ今日はこの中から適当に選んでその架空芸人を紹介したいと思います。じゃあ適当に何か聞きますね。はい、彼らはヒデヨです。彼らはそれぞれの芸歴は長くて、彼がピン芸人のドクターショットというので活動してて、彼はドンガラガッタというコンビで活動してたんですけど、解散しまして、それでピンと合体してコンビになりました。で、彼が医師免許を持ってまして、その医者の知識を生かしたコントっていうのをやったりしてますね。代表作はその飛行機の機内のコントで、彼が客室乗務員をやるんですけれども、この人が具合を悪くして、お客様の中にお医者様はいませんかってやったら、この患者さんが、はいって手を挙げて、もう私医者なんで私は自分で治療します。みたいな感じで展開していくコントですね。今回の格言人は、ドン。はい、潮騒ドキュメントです。イメージとして彼らは東京吉本の4年目で、NSC の頃は別々のコンビだったんですけれども、解散して組み直したっていう設定ですね。イメージとしてコントを軸にしてまして、彼の方が結構独自の世界観を持った変人で、彼が振り回されながら突っ込むっていうコントです。イメージとして代表作はコンビニなんですけれども、普通に彼が接客していたらこの人がやってきて、普通の悪い人は奥からペットボトルを取るでしょう。しかし私は普通という言葉が嫌いです。かといって前から取るのも嫌です。ということで真ん中から取ります。どうですか、何がみたいな感じのコントですね。じゃあこれで、彼らはペティカです。彼らはニュースタッフエージェンシー所属の13年目で、結構ベテランなんですけれども、オンバト時代に結構活躍してて、そこから賞レースではなかなか結果が出ないけど、最近最後のラストイヤーに近づくにつれて M1 でちょっと決勝に行けたりしたみたいな苦労人の設定ですね。ネタとしてはこっちの人が結構テンション高めのボケで、それに負けじと突っ込むみたいなイメージです。代表作はスロットマシンのネタで、なんかギャンブルで一発当てるしかもうお金を儲ける仕組みはないみたいな感じで、彼がスロットを演じまして、それを止めていく感じの動きのネタですね。はい、7、7みたいな感じで、来い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 、横須賀、ちょっと待って、スロットのコンセプトを教えてみたいな感じのボケがあったりしますね。これで、はい。彼らはエメラルドですね。彼は大阪吉本の10年目で、結構くすぶってて売れそうな感じなんですけど、なかなか売れきれないみたいなイメージですね。実力はあるんですけれども、賞レースではなかなか評価がされずくすぶっているみたいな感じです。ネタとしてはコントが軸で、結構世界観とかを重視したネタですね。代表作はフリーフォールですね。遊園地のフリーフォールに友達同士でやって、何度上がっていく、わーの落ちる時に彼の顔を見たらかなり無表情です。ビビりたいんだけど、彼の表情の方が気になって、ああ怖かった、次の一個で、いやちょっとお前の表情が気になるからもう一回乗ろうぜみたいな感じで、で自分も怖いのに何度も何度も繰り返して、どんどんこっちがヨレヨレになっていくみたいなコントです。はいはい。寝るとこ住むとこです。彼らは大阪吉本の3年目で、1年目の頃から結構頭角を現してて、大阪で期待の若手っていう設定です。まだ20とか21っていう感じのイメージですね。結構シンプルな漫才コントをするんですけれども、彼がまくし立てる感じのツッコミで、彼がとぼけた感じのボケでかわしていくっていう感じです。代表作のネタとしては、学校から電話が来た時っていうので、なんか学校から電話が来て、おかんが撮ってる時ってなんか緊張するよな、みたいな会話から、彼が母親役、彼がそれを聞く息子役というコンビで、はい、もしもし、はい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 、
はい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 、おや受け答え単調やなみたいな感じのボケみたいなので繋いでいくみたいなテンポのいい漫才です。いきますね、なんか適当に。はい、これはシャバラバロボです。これはイメージだとソニーミュージックアーティストに所属している芸歴3年目のトリオで、この真ん中の大きい人が存在感のあるボケで、左のこの方がツッコミでボケだったり振りだったりっていう感じですね。代表的なネタとして想像しているのが、黒服っていうネタでして、この人が借金を背負って途方に暮れている時に、黒服のこの人たちがあなたを地下のゲームに招待しますって言って拉致しようとするんですけど、なんか腕を引っ張ったりするだけで拉致がめちゃくちゃ下手っていうネタです。はいはい、彼らはヤキーモズです。大阪吉本所属で8年目くらいですね。2人とも見た目の通り太っている感じのが特徴で、デブキャラとかそういうのを活かしたバラエティもあるんですけれども、ネタはしゃべくり漫才ですね。彼がのほほんとした感じのボケで、彼がまくし立てて突っ込むみたいな感じです。代表作はラジオ DJ で、そのラジオ、彼がラジオ DJ、 彼がそれを聞くリスナーなんですけれども、なんかラジオネームが全部た、ラジオネーム麻婆豆腐さん、ラジオネーム麻婆なさん、ラジオネーム麻婆春雨さん、なんか麻婆で攻めるルールとかあるんかみたいな感じで、そこからラジオネーム麻婆トマトさん、そんなのはないみたいな変化も挟んだりみたいな、そういう漫才ですね。